こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。いつまで経ってもものすごくこう来る質問なんですけど、レギュラーグリップっていうのとマッチドグリップどっちがいいですかっていう、おすすめ、まあ、僕はもうレギュラーは基本的に新しく始める人には絶対勧めないですね。これってすごく不自然な動きなので。ただそのジャズでなんでこれが流行ったかというと、まあもともとこのグリップがなんでできたかって言ったら、こうまあ要は馬の上に乗ってこうコテギターやってる人がこう最初はこうやって叩いちゃうんですよ。だけど誰かがこうやって持ったら、この状態だったら絶対こっちの方がいいんですよ。分かり やりやすい。だからこれが流行って、で持ち方もなんかかっこいいじゃないみたいな感じになったんだと思うんですね。メリットとしては、指先で使えるんですね。なのでこういう風に使えます。ただちっちゃい音とかだと本当指だけで、でも結構パワーがいる時とかは指がもう可動域から外れるぐらい振らなきゃいけないので、こういう風に演奏しなきゃいけないです。だから親指だけでこうここまでひねり上げなきゃいけないので、ものすごい手に負担がかかります。もしですよ、あなたがこう金槌をこう持ってて釘を叩く時にこうやって持って叩けって言われたら手壊すと思いません？要はものすごく手に負担があるんですよ。ただメリットとしては指先で演奏ができる、で角度が変えやすい。ジャズの場合は詰まった音って出すんですよ。歯切れを良くするために、要は音が長くならない短くする音を使うんですね。でも現代系の多分エリック・ハーランドさんにしてたってですね、ビル・スチュアートさんにしたって多分、詳細欄に注釈で URL 貼っときますけど、みんなもう若手の最近の若手の人みんなこっちです。なのでこうちょっと不自然かもしれないけど、こっちの方がやっぱパワーを稼げるので、今のジャズの人ってやっぱりホールで演奏したりする人も多いし、ちっちゃいお店とかでもやっぱまあまあのオルガン使ったりとかするとパワーがいったりとかするので、パワーヒッターの人が多いですね。なのでこっちです。でこっちの方がまあ習得は絶対早いです。まあ 1,2 年でかなり安定します。こっちやっててもう拉致が開かないっていう人がよくいるんですね。もうこっちやっててもう10年やってるけどうまいこといかんみたいな。でこっちに関してはかなり難しいので、10年経ってやっとでき始めるぐらいの人が多いですよね。僕もものすごい時間苦労して、使ってますが、実際に僕はライブで演奏するときは、本当にビバップの雰囲気はこっちの方が出しやすいんですね。だからどうしてもビバップの雰囲気の時はこっちでやろうって思うんですけど、それ以外の時はもうほとんどこっち持ちです。だからもう全体の演奏の2割ぐらいしか使ってないですね。だからちょっとびっくりしたんですね。ジャズの昔の人はみんなこれでパワーヒッターでやるんで、でこれの、まあこういうのが、まあ、見た目にも出しやすいし楽にいきます。あとハイタムへのスイッチがいきやすいって言われますけど、別にこっちでもさほど変わらないかな。あと、タム回し、レギュラーグリップでのタム回しの練習って言われたんですけど、さほど変わらないです。ただその、セッティング自体がフロアタムがこのこっちで持つときは僕かなり手前を高くします。でないとリブショット叩けないから。これ今下がってきちゃってるけど、多分レギュラーでやるときはこれぐらいじゃない、これぐらいじゃないと結局オープンリブショットがかけれないので、これぐらいになります。でタム移動するときの練習なんですけど、そのときはこれの移動が早いかどうかですね。なのでスティックはちゃんと叩くときは振り上げます。叩いて移動するだと当たるんで、じゃなくて上げてあって、でこの位置移動が早いか、なのでそんなに難しくないんですよ。なのでこの感じとちゃんとシングルストロークの練習をちゃんと弾ませて、こう
こういう手で押さえつけない、こういう感じとか、叩き落とさない、ちゃんと弾ませて、弾ませてたらこの支点の位置をピュッピュッと持っていくだけでタム移動は簡単にできます。なのでこれ質問があったのでお答えしましたけど、だからレギュラーで悩んでる人はとにかくマッチ度でもうちょっと 1,2 年頑張ってみませんかってお話をします。でマッチ度でできたら、まあ、そのレギュラーを1割2割でちょっとずつ増やしていけばいいじゃないですか。でレギュラーだともう絶対拉致が開かない人って言いますね。なので本当にあのこっちって握るだけなのでいけるんですけど、こっちって指先でやるんで全然手使えてなくても全部腕で打っちゃってる人って多いんですよ。でこの指を使う、もちろんこのダブルなんかはこの1つこの2つの指をかけてこうやってやるし、大きい振りの時は親指だけでできなきゃいけないんで、この動きってめちゃくちゃ難しいんですよ。パチンコのスロットとか左手でやれば上手くなるのかなって昔から思ってたんですけど、まあ多分全然動きが違うと思うんで、こういうひねる動きですね、ひねる動きなので、なので、まあ、レギュラーグリップに関しては見た目のメリットとちょっとちっちゃい細かいニュアンスが指先で出せるよ、こっちだと小指でニュアンス出せなきゃいけないけど、でもまあそこまで使いこなせて ない人が多いんで、そうするとやっぱり先にマッチ度っていうこのね、こっちの普通の右左対称でこうやってやる動きを覚えた方が段違いで、まずドラムが嫌にならない、動くからね、で動いて、でそのところどころこれ持ち替えなんかもやったらいいかなと思います。持ち替えはね、この人差し指で2つここでこう挟んでこういうふうに回転させてあげればすぐ持ち替えできるので、僕はだから一時期やっぱりこっちも練習したけど、こっちで演奏中にこっちばっかり使うんじゃなくてやっぱりこっちも使いたいな、じゃあ持ち替えの練習をしようって持ち替え一日中練習してた覚えがあります。なので持ち替えをねしっかり練習してもらえば、あのこのスティック回しの感じですね、親指と人差し指で持ってこういうふうにしてあげればすぐ持ち替えれるので、この持ち替えを練習して、まずマッチ度で練習して 1,2 年頑張って左手でもうあの遜色なくできてきたらこっち頑張ろうかなみたいな感じにしてもらうといいかなとは思いますね。なのでレギュラーグリップっていうのは非常に、ドラマの鬼門であったりとかするので、ここはむしろ、そうですね、結局ここで詰まってしまってドラムやめてしまうぐらいだったらマッチ度に持ち替えてドラムを楽しく叩いた方がいいんじゃないかな、それから、次のここにトライしてみる方がいいんじゃないかなって思います。なのでもうあのこっちで始めるっていう人でも僕は最初はかなり説得します、こっちの方がいいから、とりあえずこれで 1,2 年でそこそこ動いたらこっち教えますみたいな形にしてますね。なので最初からこれでやると、まあもちろんできる人いるんですけど、どっちもできた方がいいので、どうしてもラテンみたいなフレーズを叩くときってどうしてもマッチ度の方がその音に合う、まあこれできなかないけどやっぱりこっちの方がスムーズなと思いますね。なのでとてもジャズらしい一時期のビューアップのスタイルをやるだけだったら左手これでもいいんですけど、まあ、今セッション行っても8ビートも叩けなきゃいけないしラテも叩けなきゃいけないってなると、どうしてもやっぱりマッチ度もできなきゃいけないんで、マッチ度で全部できるようにしてからでいいと思います。ブラシもね、ビル・シュラットさんもずっとこれチダンで全然大丈夫だと思います。なのでマッチ度でしっかり練習してください。でレギュラーで今詰まってる人は今の考え方でやっていただければと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。